パーガンマとは、核内受容体スーパーファミリーに属する、タンパク質であり、転写因子としても機能する。ペルオキシソウ無造殖因子活性化受容体、ガンマとは訳されることもある。パーはアルファ、ベータ、デルタ、ガンマの3種類のサブタイプが存在し、その中でもパーガンマには、パーガンマ1とガンマ2、ガンマ3の少なくとも3種類のアイソフォームが存在することが知られている。 選択的スプライシングの産物であるこれらのアイソフォームはそれぞれ発現や分子構造が異なる。パーガンマは主に脂肪組織に分布して脂肪細胞分化などに関与するほか、マクルファージュや血管内皮細胞などにも発現が見られる。インスリン抵抗性改善薬の標的分子でもある。パーガンマはプパーグと呼ばれる遺伝子によりコードされる。パーの 各アイソフォームは遺伝子の選択的スプライシングの産物である。パーガンマの遺伝子は5末端側から A1、A2、B1 と呼ばれるエキソンがあり、それに引き続いて各アイソフォームに共通のエキソン1から6が位置している。パーガンマ1から3は5末端側のエキソンがそれぞれ異なっており、パーガンマ1の5末端はエキソン A1 と A2 から構成されているのに対して、 パーガンマにはエキソン B1、ガンマ3はエキソン A2 からなる。なお、パー、ガンマ遺伝子を欠損したマウスは、耐性致死である。ZN フィンガーの構造。パーガンマをはじめ、ビタミン D 受容体、甲状腺ホルモン受容体など、核内受容体スーパーファミリーに属する分子は、基本的にそれぞれが類似した分子構造をとる。パーガンマもその例外ではなく、 網の元側末端から順に A、B ドメイン、C ドメイン、D ドメイン、E、カイドメインにより構成される。パーガンマのリガンド結合ポケットは、他の核内需要体に比して広いため、多くのリガンドとの結合が可能である。A、B ドメイン A、B ドメインは活性化に必要なドメイン構造であり、リガンドヒーゾン的な転写活性化に必要な AF-1 を持つ。 C ドメイン C ドメインは DNA 結合領域であり標的遺伝子の P と結合する構造中にアエンフィンガードメインを有する DNA 結合領域は核内受容体ファミリー間で構造がよく保存されている D ドメイン D ドメインはヒンジ領域である DNA 結合領域とリガンド結合領域をリンクする柔軟性に富み ステロイド受容体ファミリーの構造化編成に関与するドメインである。E、カイドメイン E、カイドメインはリガンド依存的な転写活性化に関与する AF-2 とリガンド結合ドメインを有する。パーガンマ1は脂肪組織や免疫系細胞、腎臓、肝臓、骨髄、胎盤、血管ひらなめ筋などにガンマ2は 脂肪細胞をはじめとして幅広く発現している。ピオグリタゾンパーを介したシグナル伝達。アラキドン酸代謝物がパーガンマに結合することで、パーガンマのリガンド依存的な活性化が生じ、遺伝子の発現を調節する。パーガンマは吸ーするレチノイン酸をリガンドとし、核内受容体の一種であるレチノイド X 受容体とヘテロに両体を形成し、 DNA 上のパー応答領域に結合する。プアはコア配列を同一方向に2回繰り返した、いわゆるダイレクトリピート型と呼ばれる型の拡散塩基、配列であり、それぞれのコア配列の間には塩基を一つ挟む。パーガンマは分子構造の変化により、DNA との相互作用が可能となるが、これを受容体の活性化と呼んでいる。パーガンマの活性化は、 リガンド依存的なものと非依存的なものとが存在しており、それぞれ AF-1 及び AF-2 の活性化ドメインが重要となる。リガンド非依存的な活性化に関しては、よくわかっていないところが多いが、転写協約制御因子である N 公やスマットの存在化に DNA と結合して標的遺伝子の発現を抑制する。N 公やスマットは、 ヒストンの脱アセチル化に関与する酵素、ダックと複合体を形成することで発現される。酵素活性によって、クロマチンを密な状態に保ち、転写オフに制御する。この機構は、アクティブリプレッションと呼ばれる。一方、パーガンマのリガンド結合ドメインに、リガンドが結合すると受容体タンパク質の構造変化により N コーなどのコリプレッサーが、乖離する。 これにより AF-2 領域の LXXLL モチーフに活性化補助因子が結合することができるようになる。コアクチベーターはヒストンアセチル化活性を有する CBPP300 などから構成される複合体であり、パーガンマへリガンドが結合することでリクルートされ転写の活性化を引き起こす。この複合体は1ハット活性を有するタンパク質複合体。 2%ガンマと基本転写因子複合体を橋渡しする、ハット活性を持たない、転写協約因子複合体、サンクロマチンリモデリングに関与する複合体から形成される。ヒストンのアセチル化は、ヒストン構造中にある、リジン残機の静電化の中和を引き起こし、DNA との結合が緩められる結果、基本転写因子や RNA ポリメラーゼがアクセス。また、 パーガンマの活性化レベルはリン酸化により制御されていると考えられている。核内受容体の中では、エストロゲン受容体 α が比較的研究が進んでおり、ERα の AF-1 の中にあるセール118は、マップキナーゼによりリン酸化を受けることが報告されている。一方で、パーガンマがリン酸化されることで、その活性が抑制されることも報告されている。 マップキナーゼファミリーの一員であるアークはパーガンマの A、B ドメインに存在するセール112をリン酸化するとされており、同ファミリーに属する JNK もまたセール82をリン酸化を行い、いずれの場合もパーガンマの転写活性を減退させる。インスリンによる糖質の取り込みと代謝。インスリンの働きにより糖質は細胞内に取り込まれるが、 インスリン抵抗性が生じると血中の糖質濃度が増大することになる。脂肪細胞は、レプチンなどのアディポサイトカインと呼ばれる生理、活性物質を産生しており、アディポサイトカインは、その作用から善玉と悪玉に分けられる。善玉アディポサイトカインの中でもアディポネクチンは、水臓から分泌されるインスリンへの感受性を更新させる作用を有し、血糖効下作用の発現に寄与することで、 注目されている。アディポネクチン遺伝子のプロモーター領域には P が存在し、脂肪細胞の分化に必要不可欠な分子であるパー、ガンマが結合することで、アディポネクチンの酸性が促進される。また、パー、ガンマアゴニストは、潜具脂肪細胞からアディポネクチン酸性能を有する小型脂肪細胞への分化誘導と肥大化した脂肪細胞のアポトーシスにより、 脂肪細胞サイズの小型化を引き起こす。小型化した脂肪細胞はアディポネクチン酸性量の更新に加えて炎症性サイトカインである TN k α の酸性量低下などインスリン感受性の増強を引き起こす。一方、TN k α は肥大化した脂肪細胞においては酸性量が増加しておりインスリンのシグナルを抑制するため血糖値を上昇させる。 動脈硬化病巣の形成には血液中の探求に由来するマクロファージが重要な役割を果たしている。探求は血管壁に入り込んだ後にマクロファージへと分化し細胞表面に発現したスカベンジャー受容体を介して参加 LDL の取り込みを行う。この取り込みに寄与するスカベンジャー受容体の代表的なものとして CD36 や クラスースカベンジャー受容体が知られており、CD36 ワパーガンマの活性化により発現が増強することが報告されている。大量のコレステロールエステルを取り込むことで、マクルファージは細胞内に死亡雫を蓄積した放末細胞に変化する。放末細胞が血管壁に蓄積すると血管壁が非硬化するため、血管内空が狭くなる。しかし、 実際には、パー、ガンマーゴニストは、動脈効果を抑制する作用を示す。そのメカニズムの一つとして提唱されているのが、コレステロール逆輸送系の不活化である。これは組織あるいはマクルファージに発現するアブカチや、アブクグチと呼ばれる、輸送タンパク質などの働きにより、コレステロールを細胞外に排出する経路であり、脂質の沈着を抑制する。パー、 ガンマアゴニストによるアブカ1の誘導には少なくとも2つの経路が提唱されており、1%パーガンマへのリガンドの結合で、核内受容体の1つである LXRα が誘導されることにより、アブカ1の発現量が更新するという経路と、2%パーガンマが代謝酵素シトクロム P450 の1つであるサイプ27の発言を誘導し、LXRα のリガンドである。 オキシステロールを生成するという経路である。パー、ガンマーゴニストの行動脈硬化作用はいくつかの大規模な臨床試験でも検討されている。その一つとして新型糖尿病患者を対象に行ったプロアクティブ試験が挙げられ、パー、ガンマーゴニストであるピオグレタゾーンを使用した患者群において、新血管イベントが減少傾向を示している。また、死後試験では、 ピオグリタゾーンの投与を受けた患者群において動脈硬化度の指標である内中膜複合体圧が減少するという結果が得られている。骨代謝に関与する骨芽細胞は転写インシランクス2とステリックスの働きにより分化することが知られている。骨芽細胞は脂肪細胞や筋肉細胞、軟骨細胞と共通の線胞細胞を有するため、 これらの細胞の分化は互いに関連が見られる。パーガンマは、肝陽系幹細胞から脂肪細胞への分化を促進する一方で骨芽細胞への分化を抑制しており、さらに n f カッパ b 及びマップキナーゼの活性化抑制により、破骨細胞への分化促進を行うことも報告されている。パーガンマゴニストであるチアゾリジン誘導体の投与は骨折のリスクを上昇させることが、 レコード試験やアドプト試験により示されている。パーガンマは乳がんや大腸がん水臓ん前立腺がん肺がんなど様々な癌細胞において発現していることが確認されている。パーガンマの高腫用効果発現の基準として、まず挙げられるのが細胞増殖抑制である。細胞の増殖には細胞周期と呼ばれるサイクルが深く関与しており、 G1S 期 G2 期 M 期の順に進行する。パー、ガンマリガンドは G1 期での細胞周期進行を抑制することで、細胞増殖抑制を引き起こす。その詳細なメカニズムとして提唱されているのは、細胞周期進行に関与し、サイクリン依存性機能ゼ阻害因子の一つである P27 ップ1の発現量更新であり、ユビキチンマイナスプロテアソーム経路の阻害が、 その原因であると考えられている。指チ賃マイナスプロテアソーム経路とは、タンパク質の分解を司る系であり、指チ賃就職を受けた、タンパク質が特異的に、プロテアソームと呼ばれる酵素複合体に取り込まれ、分解を受ける。P27 切符1の指チ賃化には、SKP1 というタンパク質が関与しているが、シアゾリジンジオン契約剤は、 SKP1 の発現量を減少させる効果があり、その結果 G1 期の進行を停止させる。また、主要細胞のアポトーシス誘導も高主要効果の一因であると考えられており、そのメカニズムには P53 タンパク質の関与が示唆されている。さらに、血管申請の抑制も引き起こすということが提唱されており、VGF と呼ばれる。 増殖因子の働きを抑制すること、神経に皮芽腫やルイス肺がん細胞において報告されている。その一方で、前立腺癌細胞や骨が細胞では、VEGF の発言が増強することが報告されており、高腫瘍効果があると一概にまとめることができるかについてはまだ議論の余地がある。パー、ガンマ活性化によりもたらされる、抗炎症作用については数多く報告されている。 中でも特筆すべき事項として、炎症、免疫関連転写因子である n f カッパ・ b 活性化抑制作用が挙げられる。関節リウマチや、気管支喘息などの炎症性疾患では、n f カッパ・ b の活性化が報告されており、n f カッパ・ b は炎症性遺伝子プロモーター領域に結合して、各種サイトカインや細胞接着分子などの酸性を促す。パーガンマは、 リガンド依存的に n f パ b の DNA 結合を抑制することで炎症反応に対して抑制的に働く。ありがとうございます。